で、精神科医になって何をしてきたかってこう振り返ると、嘘の診断書をたくさん書いてきたなと思うんですね。まあ、今考えてみると、本当に嘘の診断書を書いてきました。書いてきたというよりも書かされたんですね。患者さんに頼まれるんです。例えば、今ご紹介に預かりましたけれども、そのアルコール依存の治療に、まあ、日本では患者さんを集めて治療するという形のものとしては一番最初にやった人間なんですけれども、患者さんにが、なんていうのか、最初は3ヶ月入院させるような方法をとっていたんですけれど、会社に診断書を書かなきゃいけないんですね。で、3ヶ月休ませてくれ、入院するから休ませてくれ。で、私たちの病院はアルコール依存の専門病院なんだから、まあ、すぐに分かっちゃうだろう、アルコール依存であることは分かっちゃうだろうというふうに言っても、それでも先生、アルコール依存なんて診断書に書かれたら私は復職できませんと、会社に雇い直してくれないから、だから何とか名前を変えてくださいって。